こんにちは、サンリンです。今日もお話を聞きいただいてありがとうございます。このプログラムは恋愛を成功させたいとか、夫婦関係ですね、パートナーシップを改善したいっていう思いを持ってご参加いただいている方っていうのが多いのかなと思います。で、今日はですね、あなたが今どんな恋愛ステータスといいますか、独身、恋人がいるいない、不倫中、既婚、どういう状態であっても幸せなパートナーシップを実現できる、幸せなパートナーシップが向こうからやってくる鉄則をお伝えしたいと思います。で、正直ですね、これがもう基本なんで、これができてないとどんなに取り繕っても素敵な恋愛ってできないんですね。あなたが望んでいる恋愛だったりパートナーシップっていうのはできないんです。で、これができている人っていうのは恋愛が絶対うまくいくんですね。で、たくさんの人見てきましたけど、逆にこれができてない人っていうのはなかなか関係が安定しないだったり、両思いになることがですね、少なかったりするんですね。じゃあ早速今からね、その一つの、条件といいますか鉄則についてお話をしたいと思うんですけど、これっていうのは自分の内側に愛を見出しているかどうかなんですね。わかりますか？自らの心の中に愛が溢れている人、こういう人は恋愛だったりパートナーシップ、人間関係全部うまくいきます。で、最初に言っておくと、21日間プログラムっていうのはこの自らの心の中に愛を溢れさせることで、恋愛引き寄せ体質というか、恋愛成功体質みたいな風になっていただくっていうのが一つのテーマでもあるんですね。一般的に恋愛っていうと、相手に自分のことを見てほしいとか、相手にどうすれば好かれるんだろうとか、異性からモテたいっていう風なモチベーションで、恋愛をされる方が多いと思うんですよね。なんですが、相手に自分のことを見てほしいっていう風に思えば思うほど、相手は十分に自分のことを見ていないような気がするとか、相手に好かれたい好かれたいというふうに思っているんだけど、相手からの反応がいまいちな気がするっていうふうにね、結構ね、ありがちだったりするんじゃないかなと思うんですね。で、実際どんな駆け引きのテクニックだったり恋愛ノウハウっていうのを使っても、この基本ができてないと誰ともいい関係っていうのは築けないんですよね。やっぱりあり方を超えるものっていうのはないんですね。で、実はなんですけど、今までの経験からもお話をさせていただくと、恋愛のことだったり夫婦関係のことでお悩みの方にすごく多いのが、自分自身のことを本当の意味で愛せていないから、相手からの愛を求めることで自分のその自信のなさを補おうとしているっていうね、深層心理では実はそういうあり方の方が多かったりするんですね。ちょっとね、言い方がストレートだったかなというふうには思うんですけど、これ無意識レベルのことなんで、結構ね、自覚することが難しいんですけど、でもこれね、本当のことなんですよね。引き寄せの法則の観点から見ても、恋愛パートナーシップのことで悩まれている方の根本的な原因っていうのがここだったりするんですよね。とにかくですね、このようなあり方で、他人だったり相手に接すると、相手はあなたにエネルギーを取られているような感覚を持ちます。エネルギーっていうのは愛ですね。愛のエネルギーを取られているような、奪われているような感覚を持ちます。で、またもう一つなんですけど、引き寄せの法則っていうのは、類は友を呼ぶ法則ということもできるんですね。これはどういうことかっていうと、同じようなエネルギーの人たち同士が共鳴する法則なんで、ですので同じように自分自身のことを本当の意味で愛せてないだったり、相手からの愛を求めることで自分の自信のなさを補おうとしてるっていう、そういう方が引き寄せられやすくなってきます。だからお互いにしんどくなって、一緒にいてもうまくいきづらいっていうことが起きるんですね。で、一方で自分自身を無条件で認めて愛していると、他人からの愛っていうのをね、求める必要がなくなるんですね。で、自分の内側に愛があふれていると、その愛を他人にお裾分けすることができますよね。相手から奪う必要っていうのがなくなるわけです。誰かからもらおうとしたりとか奪おうとしたりする必要がなくなるわけなんですね。だから、自分の心の内側に愛を見出している人、言い換えると自己愛でいっぱいの人、そういう人の周りには居心地のいいエネルギーを感じて、
その人のことを愛してくれる人が集まってくるんですね。でまたやっぱりルイは友を呼びますんで、あなた自身がその純粋な愛のエネルギーの状態でいると周りにあなたと同じように純粋に愛を体現する人が引き寄せられてきます。自分の内側に愛を見出していることっていうのはどういうことかっていうと、これを聞いているあなたがですね、今この瞬間のあなたが見ている現実だったり、あなたの姿ですね、それがどんなものであったとしても、自分自身を無条件に愛して、いいところも悪いところも全部受け入れて、心のコップが自己愛でいっぱいになっている状態です。他人からの愛で心を満たすんじゃなくって、自分自身についての解釈をだんだん変えていって、でもっと自分自身を愛せるようになると、だん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 このことが体現できるようになってきます。でこんな視点で21日間プログラムのワーク構成してますんで、しっかりワークに取り組んでいただければと思います。ワークを毎日僕とやっていただければ、確実に何か感じていただけると思います。自分を本当の意味で愛してなければ、人を本当の意味で愛することはできないんですね。で自分を本当の意味で愛していなければ、どんな行動をとっても、いわゆるクレクレ行為になっちゃうんですね。クレクレ君になってるんです。何か無意識のうちに見返りを求めてしまってたりとか、でそういう行為っていうのは、でそれは相手も無意識レベルで感じてしまうんですよ。あなたのね、心の中に愛がいっぱいになったら、あなたが狙わなくても、あなたがこういう人を引き寄せたいなっていうふうに狙わなくても、勝手に素敵な人が引き寄せられてきます。これはね、絶対起きるんですね。でこれっていうのは綺麗事じゃなくって、これが引き寄せの法則の本質です。 OK ですか？何か受け取っていただいていればすごく嬉しいです。では今日はここまでにしておきたいと思います。今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。あなたの大成功を心からお祈りしています。